岡山県総合グラウンドの事業費の負担金をめぐり、県と岡山市で意見の対立が続く中、岡山市の大森市長は茨城知事にトップ会談を申し入れたと明らかにしました。県側は会談を断ったということです。3月中にはぜひ知事との対話の場を設けていただきたいと申し上げ、現在返事を待っているところであります。 岡山県総合グラウンドの建設事業費をめぐっては岡山市が50%の負担額は全国的に見ても高いなどとして見直しを求めています一方県側は負担額は妥当だとしていて今月19日の県議会でも今年度分の支払いを市に求める議案が可決されています大森市長はきょうの会見で 県からの請求書が届き債権・債務の関係が確定する前にトップ会談を行いたいとしましたこれを受け県側はきょう知事も含めて協議を行い市側の考えが従来と変わらないことから会談をする必要はないと判断し丁重に断ったと話しています